どちらへ行かれます？ご案内しましょうか。待ち合わせしようって意味かな。映画でよくある誘拐犯の合図みたい。冗談はそのくらいにして、早く向かうとしよう。早くしてよ静寂。あんたを待ってるうちに首が長くなっちゃう。大牧師でも何か問題が起きたんだろ。静寂、俺たちとパイなんかやってていいのか。平気平気。たとえ大牧師の血が割れたとしても、大牧様が何とかしてくれるよ。あの小さな体で何でもやっちゃうんだから、うちの大牧様は。そもそも私は遊びに来たわけじゃなくて、あの方から命じられたの。ここで来たる客人を迎えなさいって。だから貴重な時間を無駄にしないように、サボりと仕事を両立してるんだよ。写真を見る限りだとここみたいだけど、ってここってパイソン？こんなところでトラブルがあったの？このパイがトラブルなの？どうも、品位あふれるお三方。あなたたちが例の貴賓だね。ごめんごめん、私もちゃんと待ってようと思ったんだけど。お、ほら、ポン。でもあの辺は地公子がうじゃうじゃいてうるさくてさ。ちぃ、あんな騒がしい場所で待ち合わせなんて。私の番カン。面白みがないでしょ。だからこの機会に長楽天を案内しようと思ったの。ついでに先週の遊び、庭園美玉パイも体験してみたらどうかなって。待って、今度こそ。我が願いは満たされたり、もう心残りはない。それじゃあ早速出発しよっか。ずいぶんと待たせちゃったみたいで本当にごめんね。いや、それほど待ったわけではない。お嬢さんが気合を入れて遊んでいる姿を見ていたら、その庭園美玉パイとやらについて知りたくなった。根気があって優しいだけじゃなくて見る目もあるなんて。あ、見て、あれって。あれは剣木と呼ばれる古樹です。かつてはラフが誇る至宝でした。天白氏の人も歴史に精通してるの？すごいね、今の世代なんてあれの由来さえわからないのに。あの剣木は古の時代、泉州が天涯をかける時に残した遺産だと言われてるんだよ。ここからだと枯れ木の半分が見えるでしょ。でも上国無可録によれば、前世紀の大きさは天に至り星をかけるほどだったんだって。それってつまり。つまり空に至るほど高く、枝に星がなっているようだったということだ。え、そんなに大きかったの？列車と同じ、いや宇宙ステーションヘルタと同じくらいかも。それも違うか。星がなるぐらいなら泉州よりも大きかったりして。ただの比喩だよ比喩。物語を現実につなぎ合わせようとしないの。
まあ結局は伝説に過ぎないんだけどね。私は通勤するときに毎日この景色を見てるからもう見飽きちゃったし。ほら早く行こう。鬼だのなんだの僕は信じないからな。レンジフードの掃除から精査の…もう少しだからしっかりついてきてね。